斉藤先生、おめでとうございます。メルカリ評価、10からストアとして、1000いきましたね。はい。ということで、時給5万円、ね、時給7万円ではないですけど、時給 <laughs>、小野沢さん、時給7万円男で前やってたんですけど、時給7万円ではないですけど、近づきましたね。時給5万。時給5万、時給5万5千円ぐらいですか、うん、はい。あの、ぜひ、 ごあの音声対談お願いいたします。はい、時給5万5000円男と対談みたいな感じですね。<え>で、えっ、ー、と、希望としては明てし、明日か明後日もし、明日か明後日15、16、火曜日、水曜日で、一応、1日空いてるっちゃ空いてるので、えーと、15日はちょっとお昼、ちょっとあれかな。あ15日はお昼があ、コンサルが入ってるんで、 まあでも1時間ぐらいなんで11時半からか、明日は。うん。まあ明日、明後日で、あの、都合いい時間あればちょっとご連絡いただければなと思います。明日はすいません、11時半から1時間ぐらいえコンサルが入ってるので、それ以外だったら全然大丈夫ですね。明日だよな、明日、明日が、うん、明日が11時半ですね。 で水曜日はまるっと空いてます。水曜日はまるっと空いてますんで。ぜ、は、ひ、い、対談お願いできればなと思います。やっぱね、ここまでやっぱね、続けてるのはね、まあ、斎藤先生しかいないと思いますんで、あの商品、999円の商品買ってねあの、ここまで続けてるのは斎藤先生だけなんで、まあぜひ、あの、これまでのヒストリーをね、時給5万5千円男になるまでのヒストリーみたいな、<laughs> 武勇伝をね、ぜひ、 お聞かせいただければなと思います。では、お返事お待ちしております。